すごい。森ゆり子と申します。北欧の、旅とか暮らしの情報を中心に書いたり話したりという情報発信をしています。あとはもう一つショップスティッカという北欧のヴィンテージの食器ですとかテキスタイルを扱うお店も運営しています。もともと私コピーライターで2004年から5年ぐらいにかけてちょうどフィンランド大使館さんとかスウェーデン大使館さんとお仕事する機会があって、日本の子供に向けてフィンランドの文化を紹介するウェブサイトを作るということで編集とライターを担当したんですけれども、もう本当に子供目線で分かりやすく書くっていうサイトだったので、漠然と興味のあったフィンランドについて自分もそれで学んでという感じですごく興味を深めていったっていうこともあって、2005年に初めてフィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマークと4カ国回って、でその時にすごく面白いなと、この国好きだなと思って、でそこから繰り返し行くようになったんですけれども、日本にいるスウェーデンの友達だったり向こうでもそうなんですけど、家に遊びにおいでって割と気軽に向こうの人たち言うんですね。でなんか日本だとこうもてなすって結構気合を入れちゃう部分があると思うんですけど、例えばなんかじゃあフィーカしようって誘われて行ったんだけど、いや今日クッキー失敗しちゃってって言って、あの失敗したクッキーを食べながらコーヒーを飲んだりとかなんかその辺のその気の抜き具合っていうのがいいなって思って、これでいいよねっていう、頑張りすぎなくていいよねっていうのが、割とそういうヒントは自分もすごく気が楽になったなって、いい考え方だなって思います。北欧のガイドブックを書いたりっていうのも本人が案外良さに気づいてなかったりとか、本人がアピールしようと思ってることとは別の部分でこういうところをもうちょっとアピールした方がいいんじゃないかなとか、そういうのをこう抜き出して伝えていくっていうのがすごく面白いなっていうふうに思って、フィーカって一説によるとスウェーデン語でコーヒーのことカフィって書いて、それをひっくり返した言葉と言われていて、もともとはコーヒーを片手に友達とか家族とかとちょっと語らったりとか、まあ、心安らぐ時間を持つみたいな、まあ、ちょっとリフレッシュする時間みたいな感じで使われて、割とこうやったらやり続けちゃうたちなんですよね。日常の
まあ、ご飯を作るとか片付けをするとかそういうのがどんどんおろそかになって、昔はとにかくもう突き詰めて突き詰めて起きてる限りそれやらなきゃみたいに思えちゃったりしてたので、うん、締め切りの前ってこう暮らしがガタガタになっちゃうみたいなのが悩みでもあったんですけど、スウェーデンの出版社さんといっぺん仕事をしたことがあって、結構スケジュールタイトなのに土日はちょっと飲みの市に行ってくるからって言って、なんかそういうペースで一緒に仕事をしてたら、なんかこうキツキツに考えているのもなんかバカらしいぞみたいな気にもなったりして、うん、それはちょっと大きい転機の一つだったかもしれないですね、うん、やっぱり限られた時間の中で何を重要視して、とりあえずワンメッセージこれだけ伝えればいいやっていうので、あとはまあ持ってる時間の中でやるんでいいかなとか、でそれで他の例えば暮らしが圧迫されないぐらいに頑張ろうとか、なんかそういうこう線引きはできるようになったかな。ラゴムっていうのはスウェーデンの言葉なんですけど、ほどほどとかちょうどいいという意味で使われる言葉で、よりよくみたいなのもいいんですけど、こう自分にフィットするのってなんだろうなっていう、私もやっぱりこう旅して北欧に惹かれた理由の一つって多分そういう部分なのかなと。北欧が好きとかっていうと、丁寧な暮らしとかいうそういう文脈で語られることも、ね、多いですけど、そんなに家事も得意なわけでもなく、丁寧な暮らしとは割とほど遠いんですけど、ただやっぱりこういう布を選んだりとか花を飾るとかそういうことは好きで、昔はそのもう掃除もきちんとできて、お料理もすごい丁寧にして、でその上で素敵な食器だったり素敵な布だったりっていう風に積み重なっていくものって、多分自分がそういう風な考えに縛られていて、こんな布とかにばっかりうつつを抜かしていいのだろうかとか思ってたんですけど、案外自分の考え方とか価値観が自分を決めつけちゃってたっていう部分であって、私はやっぱり旅したり北欧の人と交流することで、別にそれはあなたがいいならいいんじゃないのみたいな言われたりとか見たりして、自分にとっていいならいいんじゃないかなっていう、うん、いただきます。